そしたら今回は語り剣を使っていくんだけど、弱点特攻撃スロゼロのお守り、爆死臭、対象臭、攻撃臭、爆死臭、かけり虫臭、爆死臭、攻撃臭。で、発動スキルはこんな感じなんだけど、いやー、正直俺は満足してないかな。組めなかったんだよね。俺が使いたいのは真滅流撃なんだよ。で、真滅流撃を使うなら、攻めの姿勢、ギリギリで敵の攻撃を受けると攻撃力が上がるよっていうスキルなんだけど、これが相性いいからつけたかったんだけど、どうにもこうにもこんな感じになっちゃったね。で、味噌は、まあ、ボバ、今回は爆弾を使って真滅流撃のカウンターをしていく感じだから、3つけて、メズ、小流撃は、2ゲージ使うんだよね、かけり虫を。で、それが重すぎるからかけり虫使いをつけたって感じかな。で、注意なんだけど、爆弾を使う方法はソロでしかできないんだよ。マルチだと吹き飛ばしちゃうから爆弾で。だからそこは、ボマーを何かに変えてほしいね、マルチやるとき。で、入れ替え技が、ハードバッシュ連携変わらず、突進切り変わらず、ここ。ここだけ、滅小流撃。っていうか、俺はもう、滅小流撃を使いたいだけであって、別に片手剣が使いたいわけじゃないんだよね。なんなら俺、この技がなかったら片手剣は使わないまである。そのぐらい、この技にかけてる、俺は。かけり虫による勢いをつけた上昇打撃攻撃、盾による強烈な一撃を見舞う。技の開始時に攻撃をガードできる瞬間があり、うまく狙えばカウンターにより技のダメージが大きく上がる。どういうことかっていうと、まあ、普通に打ってもこんなもんで終わっちゃうんだよね。ただカウンターすることによってヒット数が増えますよと。ほらー、これだよ。で、もちろんカウンターした後も、ホールバッシュに派生してからこうやって、ぶち殴りにも行きますよと。たまんないな、これやっぱ。で、片手剣の技として、これ、ジャストラッシュ前の、バックステップがあると思うんだけど、これのね、回避時間がめちゃくちゃ長くて、もうなんならこの後ろに下がってる間、これ全部回避時間になるんだよね。行くよ。またブレスでやるんだけど、それ後ろに受けたら無理だろうって思うじゃん。ほら食らわないんだよ。ほら後ろに受けてんだよ。ブレスと一緒に動いてんのに、その時間全部食らわないの。だからこれはね、なんか雑に使ってもいいから、覚えといた方がいいね。まだでも俺は使いこなせてない。で、片手剣のジャストラッシュなんだけど、多分これが無理そうだなーって敬遠しちゃう人多いと思うんだよ。ただね、めちゃめちゃ簡単だからぜひ、ジャストラッシュやってみてほしいな。簡単に覚えられるから。普通にバックステップで殴って、ハンダがこう赤く光ったら、ボタンを持つだけ。超簡単だから。赤く光ったら押す。赤く光ったら押す。赤く光ったら押してジャンプして、オールバッシュでまたバーンバーンバーンって殴りに行けて、しかもスタンも簡単に取れるから、楽しいよ。てか、重要なことを説明するの忘れてたわ。今回はボマー型の滅小流撃だから、爆弾を置いてやるんだけど、こう、片手剣って武器出し中にもアイテム使えるんだよね。R 長押しで。で、爆弾を置きます。で、自分で殴って、それをカウンターして爆弾のダメージを乗せつつも、滅小流撃を打つっていう。こういう戦法だね。結局ね、頭が、こう、定点に、あるなら、その攻撃に合わせてカウンターしてもいいんだけど、そんな攻撃は基本ない。から爆弾で無理やり発動させますよっていう、そういう戦法。で、こう爆弾を置くんだけど、これ三角だとね、ほら、発動しないんだよね。丸じゃないと、丸じゃねえわ。A か。A じゃないと発動しないから、そこだけ注意。置いて、A を押して、速攻で発動して、ホールバッシュと。こんな感じ。そしたら今回はティガレックス組んで人体実験していきましょう。で、かけり虫使いレベル3だから、まずは野生のかけり虫をモンスターボールで捕まえますよと。これで滅小流撃の回数を増やす。え、なにこれ寝てる川ウィウィ。え、これもしかして、川ウィウィ滅小流撃で、ワンスタン。ここまでテンプレだからね、どのモンスターも。これが強いんだよ。で、ジャストラッシュ。頭も破壊した。フルボッこだどん。まだ止まらない。どこまでも止まらない。はい。はい。で、この辺で、怒りの方向に合わせて、滅小流撃。これで、どうこれ。もうちょっと、滅小流撃表に入ろうかなって。
思ってる人多いっしょ。どあーこれダメだな。これは頭に冷え、あできなかったけど総理ができた。で野生のガキリブシはやっぱ取ることを意識するから絶対にあれなんだよね。この突進離脱が4回できるんだよね。意外とみんなだってガキリブシ取んないでしょ。でこれであれだな、爆弾で行きたいけどちょっと怖いから一歩後ろに下がって、うわー最悪ダメだな。あん時にしちゃダメだね。で次はしびれ罠タイムなんだよ。滅昇竜撃と攻めの姿勢を同時に発動させるっていう、まあ、攻めの姿勢レベル1だからちょっとあれなんだけどね。あじゃあ影虫いなくなってもうだけどここにもいるから大丈夫。じゃあ行くぞ。だからお前かかんのが早いて。ちょっとズレが怖いからここら辺で滅昇竜撃、これ亀裂もう一回取れないか。はい取れた。トン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 、これもう一回いけそうだけど、まああれか、亀裂してる時に打ってもしょうがないからここはジャストラッシュで勘弁したるか。はいまだ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 やばい。シールドじゃなくてウォールバッシュじゃなくてハードバッシュ連携、ハードバッシュ連携がやっぱめっちゃ強いんだよな。はいおいおい、亀裂も取れるしね、ダメージも高いし、もう言うことない。ハードバッシュ連携旋回、やばいこれは危ねえ。さあこっからだね。爆弾調合しといて亀裂した時とかに、あいややっぱ亀裂しか無理だな。普通に普通の時だって、あ来た、はいもういっちょー。多分ハードバッシュ連携当ててるからすぐ亀裂、あおこ、あこれはね、さっきの修練所でやったあれで避けなきゃダメだよ。なんだっけあれ名前、あれねあれ バックステップね、無敵時間で避けなきゃいけないけど下手くそだったな。どこで樽爆弾置けばいいんだ。捕獲したいから落とし穴残しておきたいんだよな。つかこいつホーミングえぐいよな、ライズになってから。これ逃げか、もう思ったより撃てんかったな。方向してくんないかな、方向してくれたら。なんだガストトンガードされたんだけど、やべえこいつら結託してた。ちょっと待ってくれ、これ普通に2発で死ぬの、やっぱティガレックスって強いモンスターなんだなって再認識させられた。方向来い方向、いやこれガードしなきゃあかんな。どうするこれ、いやその回転はいいぞ。ここでいや当たんなかったか。なんかこれなんかこれじゃねえ、ほらこれでやってもいいんだけど、やっぱどうしてもね顔面に行かないんだよね。顔面に行かないならそれはね、滅昇竜撃強から外れたことになっちゃうからよくないんだよな。あれ今2スタン取ったっけ、とっとと3スタン、むしろ遅れむしろ遅れ。あ疲れだね。これってさ片手剣の亀裂にも元気効果ってあるのかな。この時どっかでタルジを受けそうだけど、あ転ぶ転ぶ転ぶ、来た来た来た。ここで大樽爆弾を置いて大丈夫かこれ。来た亀裂、ほいほい入れ、これで弱るんじゃないかな。さすがにだろ、そんな殴れてないか。おまだか、あ弱った弱った弱った。で落とし穴セットして、お前はもう死んでいる。うんーやっぱ攻めの主勢レベル3ないとな。まあ、4月末のアップデ待ちって感じだよね。これ攻めの姿勢レベル3があると爆弾でカウンターすることに攻撃力めちゃくちゃ上がるから多分すごいことになると思うんだよな。